指名手配犯となったことと、不自然に高額な懸賞金によって命を狙われる医師と、絶体絶命というところで医師とたちを助けたのはグロリア海賊団副船長エリーシャであった。かなりうさんくさいエリーシャではあるが、戦力が必要だった医師とたちはエリーシャと共に水の遺跡海王神殿へと向かうのであった。ここが海王神殿だよ。名前通り水に囲まれてますね。行動範囲がかなり制限されるわね。厄介だわ。あれ、どうしたの石と。いや、なんで俺が指名手配されてるのかがどうしても気になってな。まあ当然ですよね、いきなりでしたし。エリシャ、なんか知らないか。あんたたちって何も知らないのね、呆れちゃうわ。なんだと？これだけの金額を出せる国なんてこの世に一国しかないわ。どこなんだよ。世界最大最強の軍事国、ルキア公国よ。ルキア公国？世界最大最強の軍事国家ですか。ぶっ飛んだ話ですね。ピンガーはあまり驚いてないの？一周して冷静になりましたよ。にしてもとんでもない国が敵になってしまいましたよ、兄貴。まあルルーと会えただけよしとするか。私もイシトと会えて嬉しいよ。うわっ、これが愛か。兄貴はほっといて。ルルーはどうしてクリスタルの場所を知っているんですか。違うよ、クリスタルから漏れてるウィルを探知してるの。離れた場所にあるウィルを探知できるんですか。すごいですね。ウィルの探知機なんて最近じゃどこにでも出回ってるけどね。え、そうなんですか。まあクリスタルのウィルを探るほどの探知機なんてあるのかどうかわからないけどね。よかった、私の存在意義がなくなるところだった。俺の剣、クリスタル、ルキア公国、そしてルルーにグロリア海賊団。濃いなあ。そうですね、昨日まで末端の海賊だったはずなんですけどね。ごめんね、イシト。ああ、いや、ルル、そういうわけじゃなくてだな。俺はルルーがいて嬉しいぞ。うん、ありがとう、イシト。よし、走るぞ。どうしたのよ、急に。溢れる性欲、情熱が抑えられないんじゃないですか。行くぞ。走り出す青春も素晴らしいが、ちょっと止まってもらおうか。危ない。誰？黒い牙リーダー、ブラックモア、ベルガスの兄貴分だ。よろしく。黒い牙。
エリーシャ、知ってるのか。因縁の仲よ。ちょうどいいわ。ブラックモア、あんたの命も今日までよ。覚悟しなさい。ベルガス、あとは任せた。俺は先に遺跡観光でもしてこよう。了解。ちょっと待ちなさいよ。あ、何よ。俺今忙しいんだけど。観光してくるとか言ってたでしょうが。観光するのに忙しい。絶対にあんたをボコボコにして奪われたものを取り返してやるわ。船長を物扱いかよ。愛されてねえな。俺なんかよりそっちの少年の方が今は大事なんじゃないか。イースト、大丈夫？なんとかな。にしてもいきなりすぎるだろ。くそ、みんな行くぞ。強くなったぜ。ルル、行きまーす。どっかで試し打ちしたいわ。すぐに終わらせてあげるわ。使わせていただきましょう。よし、行くか。ここはお前に任せるぞ。俺はクリスタルを取る。任せてください。待ちなさい。逃げられた。イースト、このままじゃクリスタルが取られちゃうよ。さっさと突破するぞ。私についてきて。よし、行くか。俊敏さには定評があります。さっさと行くわよ。わ、私がリーダー。私だって戦えるよ。もっとも帰んな。くらえ。うん、勝利。
行くぜ。どこでもいいから撃て。はっ。マジか。はっ。マジか。はっ。勝てばいいんだよ。俺は土壇場が一番強いんだぜ。勘弁してください。しねえな。うるせえ。俺はお前に勝たなきゃ死んでも死にきれねえんだ。
いつらには負けられねえ。負けられねえ。もう痛みもない。よかった。相変わらずの回復力ですね。どうなってるんですかその体。ちょっと脱いでくださいよ。いやじゃ、誰が脱ぐか。お腹すいた。え、でも今は食料もないわよ。俺も持ってねえな。気合い入れるために一気食いしちまった。兄貴はバカだな。というわけでルル、すまないんだが。お腹すいた。ルル、どうしたんだ。いきなり壁を殴るなんて。壁がちょっと壊れたぞ。ち、食料もねえのかよこの解消なしが。ってことなんじゃないですか。そうなのか。ああ、俺はなんて不甲斐ない男なんだ。大量のウィル残滓を含む鉱物を獲得。これより補給を開始します。壁を食っている。そう、育ち盛りなのかな。兄貴、現実から逃げちゃダメです。って、ずっこなんかーい。ふにゃ、無理
者どうしたんだそんな大声出して。いやいやいや、ちょっとはおかしいと思いなさいよ。いや、あまりに衝撃すぎて。よし、エネルギー回復。3人とも行くよ。早くしないとクリスタルが。おう。え、いいの？ちょっと。